佐々木レオタード株式会社、佐々木スポーツは、東京都世田谷区池尻にある企業。体操競技、新体操競技用の衣装、器具などの製造、販売を手掛ける。東京都世田谷区池尻3丁目15番3号に本社を置く。関西の SSK や東京都江戸川区中華祭及び岩手県陸前高田市にある、同じ社名の企業とは別の企業である。 1957年3月、日本体育大学の売店として創業。法人としての創立は1962年2月である。1995年6月、本社を池尻2丁目から3丁目に移転した。佐々木のブランド名で、体操競技、新体操競技における器具、主具、衣装のほか、各種スポーツウェア等の製造、販売を行う。 日本国内外の体育関連協会及び団体からの推薦認定を受けており、オリンピック選手に試合機を提供している。レオタードは1960年のローマオリンピックにおいて体操の日本代表選手に提供したのが始まり。当時、すでに海外ではレオタードの着用が見られたが、日本では上下セパレート型のユニフォームが主流だった。佐々木は、 日本体育大学からの要望をきっかけに、レオタードの研究、開発を始めた。1969年、新体操選手に対してもレオタードの提供を開始。1990年代には衣装に手染めの技術を導入した。プリント技術に対して、コストが高く、大量生産に向いていないものの、大手メーカーにはない独自性を持たせている。ABCD、企業情報。 佐々木スポーツ、2020年5月6日閲覧。株式会社、佐々木スポーツの情報。国税庁、2020年5月6日閲覧。ABC、佐々木の歩み。佐々木スポーツ、2020年5月6日閲覧。AB 小林直子、挑戦者たち演技に彩りデザイン進化。朝日新聞デジタル、朝日新聞社。 h t t p w w w a s a h i c o m エリア東京アーティクルズ MTW 二計190兆1071億3165万6 HTML 2020年5月6日閲覧ありがとうございます。